私たちの大好きな根津美術館にこの物語る絵画っていうのを見てきました。まー、あ、ちゃんと根津美術館に行ってきます。めっちゃ久々に行くよ、うん、楽しみです。あ、信号間に合うかな。じゃあこれ見に行くよ、うん、行こっか、うん、ここ久々だね。この入り口好きやねんな。今お土産買うたね。美味しいですか？ただいま帰ってきました。今日はですね、私たちの大好きな根津美術館にこの物語る絵画っていうのを見てきました。こんな感じのね、なんか屏風であったり、こういうね、なんか四天童子のなんかお面を作らせてこういう舞を踊ったっていう絵とか、こういうね、これ何の絵だったかな、これ忘れちゃった。でこれとあのね、面白かったのがね、このね、能面のやつもやっててさ、これ知らんくて行ったらやってたから、なんか最近ね、能面についてのね動画、私能面作りしてはるとこの動画ちょっと興味深く見てて、でなんかそれで能面のやつがあったから嬉しくて、なんか両方すごい楽しんでみました。で今回のこの物語る絵画は、この平家物語とか源氏物語とかの前巻きを見せてもらって、あとは妖怪退治図の屏風とか、なんかそういうのがありました。あと、四天童子の絵巻とかも、四天童子の絵巻が一番面白かった。なんか四天童子っていうさ、まあ、なんか鬼のさ、お化けっていうかさ、やけど、ここでは人の姿で描かれてて、なんか少年みたいなんで描かれてたよな。うん、で四天童子が、なんかアル中すぎて、なんか断種するために、比叡山に、なんか修行に入って、で、なんか、鬼の舞、なんか、その、朝廷からその、なんか舞をするようにみたいな言われて、じゃあ鬼の舞やろうって決めて、で、鬼のお面を、7日で3000個やったっけ ?7 日で3000個作って、で、鬼の舞を待って、お面つけてね。で、めっちゃ大盛況で、で、褒美とかいっぱいもらって、で、そこでまた、酒呑童子、お酒飲んじゃってやめてたのに、で、その酒の飲むのが多分、酒乱すぎて、また比叡山追放されるっていう話がこう、バーって、そう、一枚の絵巻になってて、めっちゃおもろかった。それが一番おもろかった。あとはね、いつも通り、あの、バンチ門とか、東鉄門とか、あの、青銅器、あの常設である青銅器、このね、この青銅器を見たり、で、あと、能面をすごく楽しんでみました。で、お土産でちょっと買って、今日は、このね、この、宗陽、何やっけ、宗陽村、宗陽村って書いてあったよな。宗陽村って、日本語では、この二つの羊の、村っていう、なんて言えばいいんだろうな。なんか、お酒を入れる器。これが根津美術館のさ、めっちゃ有名なやつなんやけど、それのガーゼハンカチ。まちゃんがグレーで、火は、このなんか好きな、この緑というか、なんかそのミントグリーンの色を買いました。
あと、双葉便箋。双葉便箋が可愛かったんで、これも。双葉便箋を買いました。で、お昼ご飯。ちょっとこの前に入れると思うけど、お昼ご飯、タイ料理、グリーンカレー食べて、帰ってまいりました。で、帰ってきたらね、これが届いておりました。我らはすでに共にある、反トランス差別ブックレットっていうので、これすごい楽しみにしてたジンが届きました。これ今日早速読みたいと思います。嬉しい。はい。知ってる方がね、この表紙書いたり、中に書いてる人、知ってる人もいるので、すごく楽しみです。はい。ということでね、今日すっごい暑かったんやけど、なんか電車の乗り継ぎすごいうまくいって、行き帰りは結構スムーズに、帰ってこれました。暑いからね、やっぱ、ちょっと歩くルートも考えてたんやけど、やっぱちょっと厳しいかなっていうので、電車で帰ってきました。はい。ということで、今日の、ん？蛇？狙われた体の話してない。ああ、そうや、狙われた体の話忘れてた。ちょっと狙われた体の話挟みますね。狙われた体っていう本を以前に私とまちゃんで図書館で借りて読んでたんですけど、なんかそこに出てくる菅原の道真の霊やな、うん、で、その呪われちゃう人が耳から蛇が出てくるっていうね、話が載ってたんですよ、その狙われた体に。で、その狙われた体に載ってたその絵があったんやんな、ちょうど今日あったから、なんか繋がったと思って。あと、道成寺のあのアンチンと清姫のあの蛇の話、それもかいあったよな、本の中に載ってて、その、蛇の、なんていうの、絵やったっけ、絵というか物語、その蛇化する女たちの章に書いてあって、そうで、その今日も、ね、この道成寺の物語で、うん、アンチンの話とか、うん、その清姫の話とかも、絵巻も見たし、うん、能面でもさ、うん、能面にもあったよね。そう、道成寺の能をやる時のお面、うんうん、前しての、その、うん、少女の、うん、若い女性の、うん、お面と、うん、ハニヤになった時のお面が、なんか、だから今までの私たちの、なんかこの夏に、なんか学んだというか、勉強した知識が、その美術館行って、なんかこう、一個になったみたいな。まとまってたよね。そう、まとまったっていうので、なんかちょっと感動しちゃいました。感動したな。うん。たまたま能のなドキュメンタリーを、能面のドキュメンタリーを見てたし。そう、能面の作るドキュメンタリーも見てたし、だから能面が飾られてて、おおってなったし。ほんとたまたまやったな、能面。うん、ちょっと感動だったよね。うん。嬉しかった。しかも、能面が常にやってるんじゃなくて、期間限定でやってたっていうのも、運良かったなと思って。ってな感じで、結構今日はね、おおっと思うことが多い、その、なんか、美術館巡りでした。あんま期待してなかったのに、良かった。うん、すごい良かった、うん。明日までやからちょっとおすすめってわけにはいかないんだけどね。そうだね。うん。もうね、ギリギリだったからね。うん、なので、またね、いろんな、なんか、博物館とか美術館また行ける機会あれば行きたいと思います。はい。ということで、今日の Vlog はこの辺にしたいと思います。ちょっとあっちゃこっちゃ話し飛んですいませんでした。はい。この動画が良かったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあまたねー。バイバーイ。